どうも、スターアイランドです。今回は、やらかし、というフリーゲームを実況します。こちらは、以前実況したおにぎりを作ろうと同じ制作者です。一体何をやらかしたのか、見てみましょう。おにぎりと違って今回は流血シーンがあるようなので注意。早速不穏な始まり方だな。ゴミの量やば。ああ、これは完全にやらかしてますね。不法侵入オツ。しかも女性の家とは、ますますやらかしてますねー。お、これが操作説明か。どうやら、彼女が帰ってくる前に、ゴミなどを全部集めて部屋をきれいにするのが目的のようです。って、どんだけきれい好きな泥棒なんだよ。ルンさんの漫画ネタにもいたような気がするけど。さて、ここから不法侵入していきなり部屋をきれいにするという謎の展開のままスタートしましたが、見た目以上に操作難しいですね、このミニゲーム。次は感化。どんだけゴミの量あるねん。ある意味、この家に住んでいる女性の方がやらかしてるんじゃないか。え、まだあるのかよ。あと20秒しかないのに。おい嘘だろ。なんで最後に人んちの洗濯物をまとめてるんだよ。この男の考えてることが全くわからねえ。なんとか間に合ったようですね。時間が思ったよりだいぶシビアだった。お、女性が帰ってきた。どうやら仕事うまくいってなくて悩んでるみたいですね。でも大丈夫、バイトはともかく会社員はよっぽどひどくない限りクビにはならないよ。当時ブラック企業で働いてた私でも大丈夫だったから。あ、待ってそこは。やばい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 、バレる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 。はい、今のように冷静を保てば案外気づかれないものなのです。あれ？なんか嫌な予感がするけど、まさかね。おい、ちょっと待って、早まるんじゃねえ。うわ、今臓器と骨が分裂して脳みそが飛び散るような鈍い音がした。しかも一瞬誰かいた。えぐ。まさかここまで精神的に追い込まれていたとは。仕事で失敗続きだった理由も、部屋が汚くなっていた理由も、すべて辻褄が合う。この男、かなり悲しんでいるように見えるような、急に黒。待て待て待て。結局この男は何者なんだ。泥棒じゃないことは間違いなさそうだけど、結局女性の方が人生やらかしてるし。どちら様でしょうか。語尾がカタカナなのが気になります。でもヒントはください。星印なんて一度も出なかったよ。スターの名は必ず毎日見るけど。いきなり女性の家のベッドを調べる。だと？そいつはあまりにもレベルが高すぎるぜ、童貞には。まあ、とにかくゴミ以外を調べろということですね。確かに全然調べてなかったわ。ということで、リベンジ開始です。ただ時間が心配だから、間に合わないと判断したら次本気出します。うわ、本当に調べられた。お、星印出た。とりあえずヤバい本じゃなくてよかった。あの女性、最後の言葉が、あの人に会いたい、だったから、もともとは二人で暮らしてたけど誰かなくしてるんですかね。おい、ちょっと待て、今気づいたけど、これ会話中でも普通に時間進むじゃねえか。何ここでリアリティ入れてるんだよ。絶対間に合わねえ。やべえ、多分星全部集めたけどあと10秒しかない。しかし、私は奇跡を起こす男なのでギリギリ間に合うんですよねー。間に合いませんでした。間に合うわけがありませんでした。
今までのセリフは全部飛ばさないとまず間に合いませんね、このゲーム。こうなったら星関係なくバッドエンド確定です。ただ、さっきの男の言葉でストーリーはだいぶ読めてきました。今までの流れから察するに、泥棒だと思い込んでいた男の正体はこの女性の彼氏の可能性が高いです。男性が鍵を使わずに家に入って部屋をきれいにしていた理由、女性が精神を病んで自ら命を絶ってしまった理由。ここまで言えば、なんとなく察すると思います。今度は誰だよ。あれはさすがに制限時間短すぎる。どうやらタイトル画面で右キーを押すと、難易度が抑えられるようです。でもそれ言われると楽に正規で頑張りたくなっちゃう。俺は、正規でクリアしてやるぜ。よし、序盤は絶対ロスらないようにしよう。ああ、ロスった。いきなりロスりまくってる、もうダメだ。いや、しかし、ここで巻き返すのがスターアイランドよ。絶対に今回で成功させるぞ。早く成功しないといけない理由、それは失敗すればするほど動画のデータの容量が増えて PC が重くなっちゃうからだ。鬼畜ゲーだとそういう意味でも鬼畜だ。あとハッピーエンドを見たいという気持ちも5割くらいある。よしよし、これはもらった。もらいましたよ。これ実際に遊ぶと意外と難しいけど簡単すぎないので程よく楽しいです。きたー。俺にはハンデなんて必要ねえんだよー。かっこ、時とバイトゲームと体調による。かっこ閉じる。この流れはさっきと同じっぽいですが、今度こそ新エンドで間違いないと思います。この写真立てを見ていたのもストーリーのヒントでしたね。今思えば他のセリフにもたくさん伏線あったなー。おにぎりを作ろうでも思ってたけど、この制作者さんの文章センス高え。あ、来た、やっぱり変わってる。聞こえない。やっぱりそういうことか。やばい。鳥肌やばい。ストーリーは大体読めてたはずなのに鳥肌やばい。ここでタイトルの本当の意味がわかるの熱い。このゲームもっと流行れ。え、今度は何？うおー、技名だせー、だせーけどかっこいい。なるほど、悪霊がとどめを刺そうとしていたのか。バッドエンドで男が突然黒くなったのは、彼女を救えなかった罪悪感により悪霊になってしまったことを表していたのかもしれない。よかった、ついに彼女が救われた。二度も彼女を救うなんて、マジでいい人すぎる。最初泥棒とか不法侵入とか疑って申し訳ねえ。あと男の人にも生きてて欲しかった。あれ？赤の帽子の人と、緑の帽子の人って、ストーリーに関わる人物だったのか。ただの案内人キャラだと思ってたから衝撃。しかも展開だったとは。
最後のシーンはいろいろな考察ができる場面ですね。私は、帽子をかぶっている二人を、天使と大天使、と推測し、個人的解釈ではありますがラストの意味を考えてみました。100% 合ってるとは限りませんが、興味がある方はぜひ読んでみてください。はい、これでやらかしというゲームは終了となります。プレイしてよかった、と強く思う作品でした。ただ悪霊退散キックはダサい。